今日も食卓に並ぶ愉快な話聞きたくない、ごめん今の話等身大じゃない、綺麗事を即座に吐き出した、あなたといる時の私だけが本物で本性で本当で、あなたを失えない私は私自身を見失いそうで、わざわざ部屋を開けて電話で話そう、昔の気分を思い出すことにしよう、今こそ必要なんだ、私だってなんて話している、してもいいから、あなたがいないと生きられないわけじゃない、でも生きてる気がしない、一緒にいればいいほど余計に心を隔てるよ、皮肉だね、ああ増えていく出荷する。